皆さんお疲れ様です。かなです。本日月曜日、今週もキングダムハーツ3、前回から引き続き、進めていきたいと思います。それでは、初っ端からちょっと噛みまくっておりますがちょっと心配ですが、自分でも月曜日が始まるといつも不安に襲われますが、いつも通り音の確認をしていきたいと思います。ちょっとお待ちください。大丈夫かな。で、ゲーム音も大丈夫ですね。前回機材トラブルとか、なんかいきなり原因不明に配信落ちしちゃったりとかして、ちょっと心配なんですよね。じゃあいつも通り、ツイッターの方で始めました、投稿してからゲームスタートしてきます。 OK、 投稿もしました。休み中なんかレベル上げしようかと思ったんですけど、なんかやっぱりちょっと対して、あ、ごめんなさい、電車止めちゃってましたね。対して効率的にまだ、レベル上げができずに、そんなにはやってないです。で、ただあれはやった、ミッキーのマーク集めたりとか、このワールドで幸運のマークこんな感じで結構苦労しました、見つけるの。あとはクラシックキングダム、今できるやつは全部やりました。結構このミニゲームみたいな、クラシックキングダムってミニゲームみたいな感じなんですけど、卵を落とさないようにするミニゲームがめちゃめちゃ楽しくてハマってました。ワールドマップに移動しよう。あ、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。じゃあここのワールド終わったので、次のワールドに行きたいと思います。何も挨拶しなかったけど、イエーシッド様に聞いたかな。私もキーブレード使いになるために修行に来てます。今まで君たちが旅から戻るのを待ってるだけだったけど、少しでも役に立てればと思って頑張ってます。魔法使いマーリン様は時間を超える魔法が使えるみたいで、ここでは時間を気にする必要がないそうです。すごいよね。すごい。一緒にリアも修行してるんだけど、何度も何度も私に謝ってて、もういいよって言ってるのにずっと謝ってばかりです最初はちょっと怖かったけど、修行の合間に話すようになって、リアにも助けたい親友がいるんだって知って、なんだか憎めない人だなって思ってます。時々じっと私の顔を見てるから、どうしたのって尋ねると、わからないけど思い出さないといけない気がすると言います。それって彼女のことだね。きっと君の旅にも関係あるのかな。君の旅は多くの人を助ける旅でもあって、これから出会う人たちもそうだけど、こうして出会った人たちも君の助けが必要なんだと思います。旅は大変だと思うけど、これからもずっと元気で明るい空でいてね。君の笑顔が多くの心を救うから。空に当てたお手紙ですね。どうしたの？いや、ごめん。また。あ、ごめん謝ってばっかり。手紙か？うん。空に？空に当てて書いてるけど、渡さないから日記みたいなものかな。あ、渡さないの？マーリン様に頼めば渡してくれるだろう。うん、でもいいんだ、空に話しかけるように書いてると落ち着くだけだから。ふん、そうか。
あ、これ。え、どうしたの？マーリン様に頼んで買ってきてもらったんだ。今日ほら、二人ともキーブレード出せたからお祝いってやつ。やっぱ優しいね。リア。いや。ずっと優しいね、リアは。かっこいいんですけど。あ、いや別にその。思い出さないといけないことってやつ。おいや、あ、うん、あ。こんなに口下手でしたっけ、リアって。二人で組手ってやつやるんでしょ。ああ、手加減はなしだよ、リア。はあ、思い出す、思い出せ、頑張れ、見えてる。ああ、え、大丈夫、リア。見えた。あ、ごめん、シオンが見えた。どうしたの、リア、涙が。日が目に入っただけだ。いや、俺先戻るわ、ごめんな。リア、もう謝らないで。わかった、じゃあ俺からも。え、リアじゃなくてアクセルでいい。記憶したか。どっちも馴染みがあるのかな。本人としてはリアって呼ばれるのも、13期間ノーバディとして生きてたアクセル時代に生きてて、ノーバディ時代にの名前アクセルって呼ばれるのも、どっちも馴染みがある感じなのかな。ここでゼアノートが。アクアがテラを助けて闇に落ちた世界もレイディアントガーデンですよね。うん、アクアの話だとそう言ってた。テラは正気ではなかったと。姿はテラだったけど、うちに闇の存在を感じたようだね。なんかミッケの声変わった。時を同じくしてゼアノートはここで発見された。アクア、テラ、ゼアノート、この3人は同じタイミングにここにいて、残ったのはゼアノートだけ。ゼアノートはその後、賢者アンセムの心の研究を乗っ取り、うん、自らをアンセムと名乗って、他の弟子たち、そして自らの心と体を分けた。心だけになったゼアノートは過去へと飛び、若き日の自分を誘導し、その後ミクの体を乗っ取った。そして抜け殻となった肉体は13機関を結成、自分の心を分けられる13の器を用意しようとした。これがゼムナスで、心が。しかし計画は失敗。アンセムか。誘導された若きゼアノートは先々の時代で自分の心と関わったものを集結させ、新たな自らの器、新十三機関を結成。うん、こいつがそうだったんだね。ゼアノートの足取りだけ明確で、アクアが助けたはずのテラだけその後の足取りがないのはおかしいな。やっぱり僕はとんでもない見落としをしていた。承認試験の最後の場所でマスターゼアノートの復活を見たよね、うん、僕やアクアが知っているゼアノートはもともとあの老人の姿だったんだ、うん、でもそうだ、ね、ゼアノートのハートレスであるアンセムとノーバディのゼムナスはどちらも老人ではなかった。つまり二人が分離した時は若い姿をしていたはず。それが
あの肖像画に描かれた姿。僕は賢者アンセムの弟子だと気にしていなかったけど、彼が発見されたゼアノートってことだよね。うん、そうなのよ。そうか、俺と同じようにマスターゼアノートはテラを器にした。そう、マスターゼアノートも一人は器にと言っていた。アクアがここで助けたのはテラの体を奪ったマスターゼアノートだったんだ。でもマスターゼアノートは老人の姿で蘇った。テラの体はどこに消えたんだ。うん、マスターゼアノートはこうも言ってたよね。光の7人のうち2人はこちら側、空は取り戻したけどテラは向こう側にいるんだよ。真の13機関か。空に伝えておかないと。うん、マーリン様にもね。ああ、ねえ空、知ってた？え、何を？クミシップに乗って出発します。いや、今結構なんだろうな、ちゃんと こういうことであろうっていうことをちゃんとあのミッキーとリクが整理してくれましたね。そうだよね、あのミッキーたちはリクがどこに行ったのかっていうのを知らなかったんだもんね。あのマスターゼアノートの器にされたことも知らなかったわけだよ。で、あちら側にあるって、テラの体はあちら側にあるって、どちら側？え、ちょっと待ってね。ワールドマップではグミシップに乗って離れたワールドへ出発したり、オリジナルのグミシップをエデュットすることができます。新しいワールドに行けるようになった、操作して新しいワールドに向かいましょう。はい、一度訪れたワールドはワープで移動できるようになります。あ、メニューにレストランが追加されました。リトルシェフの店に行くことができます。ただし必要な食材を所持していなければ料理は行えません。グミシップがメニューに追加された。じゃあ出発したい。ほどほどに雑魚敵も倒しつつボスで号泣しないようにしないとですね。あ、やっぱりレベル、そうですね、雑魚敵、あの基本的にはちょっと何ですか、チップとデールさん、チップとデールさんですね。目的地選択地に四角を押すと、その場に、その場所にマーカーをセットします。はい、マーカーをセットして出発すると画面にマーカーの位置が表示されるようになります。これ最初に説明してくれよ。ちょっと待ってね。で、この辺ね、なんか今までのワールド選択よりもなんかちょっと複雑になってて、オリンポスじゃなくて、ここ、トイボックスってのが新たにできたよ。で、ちょっと待ってくださいね。ここが、キングダム・オブ・コロナ。ちょっとなんか最近のコロナと聞くとちょっとね、あの反応しちゃいますけど、キングオブコロナ、ちょっと待って、ここがバトルレベル14で、ちょっと待ってね。で、ここ、あ、鍵穴マークが光ってるのがクリアしたってことね。オリンポスもクリアしました。で、バトルレベル12だからこっちから行こうね。トイボックスに行きましょう。で、マーカーをセットして、はい、トライライトタウンから出発します。はい、これで行こう。と、適度にあの雑魚敵も倒しながら進んでいきたいと思います。ちょっとね、グミシップ今回2回目で、どこだっけ、緑色のところに進めばよかったんだったな。あ、バツで進むだね。このね、グミシップをちょっとまだよく分かってないんですけど、やりながらあの覚えていきたいと思います。体で
ハートレスに敵とのバトル、ハートレスに近寄るとバトルが発生。グミレーダーに表示されるハートレスのエンブレムに注意しよう。はい、赤いマークだね。バトルの勝利条件は、勝利条件バトルごとに異なると、バトルの開始時に勝利条件の表示をチェックしておきましょう。難易度はハートレスのレベルが高いほどバトルの難易度上がるよと。グミレベルが低いっちゃ注意しましょう。はい、これ戦わずして行ってもいいのかな。戦わずして行ってもいい。でさ、なんかこの穴を通ることによって、なんかスピードアップできたりするみたいなことなかったっけ。そういうのはなかったっけ。この穴じゃなかったかな。そうか、ハートレスと戦わずして行ってもいいのかな別に。あ、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。今週もやってきます、やってきまして、星座、グミシップの冒険中星座に出会うことがある。私はちなみに水瓶座でございます。星座の撮影、星座を撮影するグミミッションが追加されています。モバイルポータルで星座を撮影しましょう。撮影で入手できるもの、星座を撮影するとその星座を元にした設計図が手に入る。撮影したらグミシップをチェックしてみましょう。グミシップね、今までのグミシップでもあんまりそのグミシップ自体をこうカスタムかっこよくはできてなくて、やり込めてないんですよね。とりあえず死なないようにだけ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ミッションじゃなくて、あれ、目的地って、目的地こっちだ、黄色い旗のところだった、すいません、ちょっと待ってください。こっちだ、こっちこっちこっち。あ、痛い、痛いよ。こっちだね、ごめんなさい。緑マークって何でしたっけ。アクセルとリアで人格が違いすぎるのかも。あー、なるほど。あー、じゃああれなのかな、なんかさっきリアとカイリーちゃんとの会話の中でアクセルでいいよって言ってたのって、なんかリア自身もなんかアクセルの時の記憶の方が強く残ってるからなのかな。思い出さなきゃいけない人がいるっていうのはシオンのことですね。本当はみんなの記憶からなくなってるはずなんだけど、シオンはもともとね、レプリカとして作られたわけですから。ロクサスのレプリカとして作られたわけで、だから彼女が消えた瞬間にみんなの記憶からも消えてるんだけど、でも帰りを通してね、ちょっとうっすらシオンが見えかけてましたね。でもね、絶対最終的には思い出してくれると信じてます、私は。こんばんは。チュードナックシーンに来てしまった。チュードナックってなんだ。チュードナックシーンに来てしまった。あ、ミッキーの声がおじさん。そう、ミッキーの声に触れちゃいかん。やっぱり変わってますよね。どう聞いても変わってますよね。そう、だからなんかそれが気になりすぎて、ちょっとね、大事な話だったのに、そっちがね結構気になっちゃってました。ワンバンコです。今日もよろしくお願いします。平野レミーの美味しいレストラン、そう、レストランも配信外でねやりましたよ。メニューを開放しました。ミッションクリアして、来た来た、やっと来た。封鎖された、マジ
バトル中の操作と画面の見方、L で、上下左右に移動を行う。丸か R に押し続けショットを放つ。はい、戦えと。当たってるね、当たってるね、当たってるね。避けつつ避けつつ。これはハートレスなのか。なんでミッキーの声ここで変わっちゃったんですか。すごい気になります。違和感しかない。最初からの声だとまあこんなもんかって思うかもしれないけど、途中で変わったもんだからちょっと違和感が半端ないですね。なんだったら私の方がミッキーの声で近いんじゃないかな。あとちょっとまだだね、もうちょいだね。大丈夫か、目的地から離れてないか。こいつはなんで現れた。なんか今までのグミシップって進む方向にハートレスが出てきてましたけど、この今回の3って自らあのハートレスのアイコンにぶつかっていかないと戦えないのかな。戦うことによってなんかいろいろグミシップのアイテムゲットしたりできるってことなのかな。あとちょっと、あとちょっとでもないか。けけけけけけけ、とにかく攻撃、避けつつ避けつつ攻撃。オッケーオッケー。食らっても大してこちら側の HP は減らないですね。このうわーなんかでかいの出てきた。なんだ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 。あとちょっとです。手を攻撃しつつ、ビリビリ攻撃されてる。オッケー、まだ余裕がありますね。オッケー、ランク B。 グミミッションクリア、新たな称号獲得。あ、はい。じゃあ、このワールドに着陸しよう。帰り。これね、最初傷分かんなかったんですけど、やっていくうちにこれが SNS なんじゃないかと、スマホゲットしたので、伝えたい言葉、伝えたい気持ち。ここはいろんな秘密を優しく包んでくれる、優しく包んでくれる森。空、私も力になれるように頑張るね。いいね。二人でこの時間がこうの流れが止まってるこの世界でトレーニングをしてるみたいですね、カエリとリアは。なんだなんだなんだ。あれ、リック。リック？ん？リックだよね、これリック。あれ？
違う、なんだ、え、ちょっと待って、違うゲーム、コマーシャル、コマーシャルがなんか挟まってる、あ、びっくりした、見てたのに、ごめん、でもそれどころじゃないんだって、やっぱりギガースかっこいいよな、そっち夜空の方でしょう、なんだよ急に、現れたか、あ、パズハートレス、今日こそあの黒いモヤモヤをやっつけるぞ、みんな準備はいいな、待って待って、気持ちの整理が必要だよ、落ち着けよ、俺に任せろって、ウッディの声だけ違うかな今んとこ、恐竜さんは一緒だね、あ、パスも違うかな、トイストーリーの世界、トイボックスね、そっかそっか、暗いな、どこだよここ、あ、またミニサイズになってる空たち、ん、は、俺たちちっちゃくなってる、それにこの格好、驚かないよ、レゴブロックみたいになってる、近所、ジュジュねえ、あっちは発音が悪すぎてわからん、パートレス、オッケー、スリーでいくぞ、ワン、ツー、待て、ねえ、なんだよバズ、あいつら誰だ、うわ、トイストーリーの世界にいるわ、いや、トイストーリー、あのディズニー映画の中でもトイストーリーは割と最近じゃないかな、見てる、見たのは、おお、いいね、アクションも新しくなってます、お、新しいアクション、ウフーウフーフー、コーヒーカップ、いい、ケイ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 、どんどんケイ、いいね、たくさん敵を攻撃できる、範囲攻撃ができる、いいね、スピンダッシュ、オッケー、違うゲーム、わかる、さっきの違うゲーム、なんかコマーシャル挟まっちゃったのかと思っちゃいました、いきなり、オッケー、夢の共演ですね、まさに本当に夢の共演、エアリーカバー、エアリカバリーについて、敵の攻撃を受けて吹き飛ばされている時に罰を押すと体勢を立て直すエアリカバリーが発動しますと、はい、わかりました、吹っ飛ばされてる時に罰ね、わ、ほんと夢の共演ですね、この世界に来れるなんて、ね、僕君のこと見たことあるよ、私も夜空だ、え、空だけど、お、気をつけろ、黒いモヤモヤの仲間かもしれない、夜空、おいおいおい、大丈夫なのか、大丈夫だよ、彼らは今一番人気のヒーローなんだ、きっとアンディが新しく買ってもらったのさ、そうだよ、さっきのモヤモヤを倒したの見たでしょ、彼らならきっといなくなった仲間たちのことやバズのレーザーが出るようになったこともこのおかしくなった世界のことを全部解決してくれるよ、そんな情報は聞いていない、
騙されるな、ウッディ。君たち、新しいおもちゃなのか？おもちゃ？さっきのモヤモヤのことを知っているのか？あれはハートレスだよ。僕たちの敵？俺たちは、あの黒い奴らと戦ってるんだ。やっぱり！わかった。とりあえず今のところは信じよう。俺はウッディ。よろしくな。よろしく。おい。俺はソラ。ヨゾーだ。俺はソラだけどね。ガラルゾ。グーフィーだよ。私はバズライトイヤー。俺はハム。会えて光栄だ。僕はレックス。ハムって、あ、そうだ、レックス。君たちの大ファンなんだ。ハムって名前だっけ、この豚ちゃん。いつも君たちのゲームで遊んでるんだよ。今はレベル47まで育てたんだけど、なかなかバハムートが倒せなくてさ。ああ、そんなことじゃないんだ、言いたいことは。残念だな。スリンキーたちもいればきっと大喜びだったのに。全体整列しました。はスリンキーってあの犬かな、バネの。よそ者、外の世界からようこそ。あ、歓迎してくれてる。よそ者言われたけど。だから俺たちもこんな格好なのか。ん？それより、あのモンスターと敵対していると言っていたが、どこの所属なんだ？いや、あの、俺たちは。なんだ、答えられないのか。まあまあ落ち着け。彼らは俺たちが手を焼いていたあの黒いモヤモヤをやっつけてた。そんなに構えることないだろう。そうだよ、確かにな。それはそうだが、なあ、ん？その黒いモヤモヤ、ハートレスは前からここにいたのか？いや、最近になって現れたんだ。そういえば、そのハートレスが現れたのとみんながいなくなった時期は一致するな。仲間はいなくなったんだね。何か関係があるのかもね。前はこんなんじゃなかった。目が覚めたら俺たち以外のおもちゃがいなくなってて、アンディのママとモリーの声も聞こえなくなってた。え、アンディたちも？そしてアンディもずっと帰ってこないんだ。大切な人なんだな。うん、アンディはいつも私と遊んでくれる最高の友達さ。このおもちゃの所有者の子供ですね。アンディたちを探そう。え、他に何か手がかりはないかな、ね、みんなが消えた時に変わったこととか。あれかな。あれだな。あれですね。どれ？アンディたちが消えた直後、あの黒いモヤモヤと一緒にお前たちのようなフードのついた黒い格好をしたやつが現れた。異変が起こって以降、見かけたのはそいつとお前たちだけだ。黒いフード、中産機関だな。それってまさか中産機関？知ってるやつなのか？ああ、俺たちの敵だ。モヤモヤ以外にも敵がいるのか。ここで起こってる異変の原因がわかるかもしれない。俺たちに任せてくれないか。いや、ソラたちだけには任せられない。え、みんながいなくなった原因がわかるなら俺たちの問題でもある。そういうやつなのさ。むしろ力を貸してくれ。彼らはウッディたちはあそれでそのクロコートはどこに？グソ、偵察隊からの報告は？ターゲットが最後に確認されたのはギャラクシートイズです。最近できた新しいおもちゃ屋だな。ギャラクシートイズ。ソラ、案内するよ。窓から屋根を伝っていくんだ。ちょっと待て、ウッディ。ん？すっかり行く気になってるみたいだが、ここでアンディを待つべきじゃないのか？
そうかもしれないけど、もう散々待ったんだ。行こうぜ、行こうぜ。空たちと一緒に手がかりを見つけたい。俺を信じてくれ、バズ。わかった。さあ、出発しよう。行こう。なんかこの世界で13機関とあってもなんか面白くポップになんか戦えそうな気がするぞ。フィニッシュここでなんか できたからやったけど関係なかったですね。よし、ちょっとセーブを ここで一回しときたいと思います。わあ、なんてこった、まさかのトイストーリーの世界に入れるなんて。よし、上書きして、あら、こんばんは。あら、皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは。一番好きなワールド、私もトイストーリー好き。なんか毎回言ってますけど、ちょっとあのモグリーのショップは配信外でお買い物して揃えるとします、いつも通り。ちょっと待って、ここアンディのお部屋じゃん。なんてこったよ。話せるか、話そう。ギャラクシートイズで原因を突き止められればいいが。そうだね、アンディたちを探すためにギャラクシートイズに行くと。ちょっとその前にアンディの部屋を見させてくれ。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。夜空って言ってましたね。流行ってるゲームなのかな、ここで。よそ者、よそ者、どこの世界からようこそ。おもちゃへ急ごう。はい、ちょっと待って、豚さんともハム、ハムって名前だったんだね。あの夜空に会えるとはな。多分レックス以外はみんな声優さん違うんじゃないかな、本当のあのディズニーのトイストーリーと。わー、あー、宝箱あるよね。ベッドの下って何か隠れてるよね、やっぱね。うわー、あ、ボール乗れるんじゃない、ほら乗れた乗れた。これはでっかいおもちゃ箱かな。ちょっとこの辺も駆け上がれるからちょっと登ってみよう。うわ、アイテム出てきた。こっちはいけないのかな、扉の中はいけないんだ。何のリモコンかな。確かこれはパラレルじゃなくてトイストーリー2とトイストーリー3の間の出来事。あ、そういう設定になってるんですね。なるほど。トイストーリー3はあれですよね、あのあれ、トイストーリー3があるかな、あのなんだっけ、アンディが大人になって大学生になっておもちゃたちがあのアンディの知り合いの女の子のお家にこう引き取られるっていう、それが3ですよね確か。あ、ちょっと適度にハートレス、雑魚敵倒していった方がいいよって言われたので、ちょっと適度に倒しつついきたいと思います。意外にこのハートレス潜るからちょっとそれが厄介ですよね。うわー、すごい、滑る滑る、屋根が滑る。ギャラクシートイズは道路を渡った先だ。道路を渡った先、方向音痴なもんで。ハンターシールド、トリリチー、いけいけ。これが強いのかどうかは分からんが、この攻撃が。3ってラスボス強かったっけ、どうなんですか。なんかでも噂によるとあれですよね、2のサマリシシネに出てくる裏ボスが最強って聞きましたけど、キングダムハーツでコメントで前教えてもらいましたけど、どうなんだろう。
適度に、多分なんかプチボスと戦った感じだとまだ余裕が若干ある気がするんですが、私の戦闘レベルでも適度にちょっと雑魚敵も倒しつついきたいと思います。やばいやばい、敵いる？まだいるね。よし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 、まだいるか？ OK。 道路を挟んだ向かい側って言ってましたよね。よし、え、こっちとかかな。ちょっと行ってみよっか。こっちは違う？あ、こっちか。こっちでいいのかな？合ってたかな？ギャラクシートイズの場所は。来た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 、でっかい。おもちゃ屋さんですね。相当大きいぞ。ここのおもちゃ屋さん。なあ、このおもちゃは動かないのか？まだわからないんだろうな。わからない？じゃあ動かしてあげよう。出た。お前は夢の一番過去のゼアノート。覚えていてくれて光栄だ。まだわからないだろうなっていうのは、動けるのか。あれかな、自分がこう心を持ってるおもちゃだっていうことに気づいてないからってことなのかな。心なき者と抜け殻が合わさり新たな命を得たか。ハートレスとノーバディの関係を見るようだな。お前ら何がしたいんだよ。我らも欠落した闇を手に入れなければ。それにはこの世界の心のつながりが手がかりになる。だから模した世界を作り、つながりを分断させてもらった。お前たちも興味深いはずだ。待て、どういうことだ。頑張ってくれ。まだ分かんないな、何がしたいんだ。どうなってるんだ。このおもちゃは味方なのか敵なのか。そんなの決まってるだろ。今は敵と勝ってるね。本当は敵でも味方でもなかったんだのに、はずなのに。ハートリスだってできたんだから空にできないわけないよ。何が？そうか、やってみる。乗るんですか。わ、この戦闘曲、わー、なんかアレンジが効いてる。めっちゃかっこいいじゃん。待って、ギガースの、ギガースね。ギガースに乗ってる間は L で移動しながら、R で照準を敵に向け、R2 でショットを放つ。HP ゲージがあると自動で脱出するとゼロになると、ブーストゲージ、バスを押しっぱなしにするとギガースは上昇しゲージを消費、時間経過で回復。ブーストゲージね。ボタンを押すと対応したアクションを行う。はい、わかりました。わ、この曲、戦闘曲かっこよすぎるでしょ。ボム。オッケー、あとちょっと。HP 大丈夫？あ、やばい。待って。HP 回復ないの？
HP 回復ってどれだ？あ、ドナルドだこれ。行くか、もう行くか。行け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 。やっちゃおうぜ、やっちゃおうぜ。自動的に脱出するでしょ。ふぅー、ブースター。行け。いけ。相手も飛んでるね。どこにいる？いけ。 OK、 ナイス。よっ、超自動で脱出した。あ、これ乗れんのかな。またよし、乗れた乗れた乗れた。オッケーオッケー、いいよ。あ、新しいやつだ。オッケー、いいよ、行こう行こう行こう。敵はどこじゃ。こいつか。いた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 。ウイケイ、タックル。ウイケイ、イッケイ、やっちまえ。オッケイ。結構いっぱいいるね。タックル。イッケイ、やっちまえ。オッケイ、やっちまえ。タックル。あとどんぐらいだ。後ろから行け。ウッディたちどこにいる。火吹いてるけど、あとこいつだけじゃない。待て待て、俺が来た俺が来た。オッケー、よーし。操られてた。バトルモードのスイッチが入ってただけじゃないのか。バズ。ああ、なんでもない。ところで、さっきの黒コート、世界を作ったみたいなことを言ってたけど、どういう意味だ？多分、奴らは世界を二つに分けたんだ。アンディたちのいる世界と、こっちの世界。どちらかが、現実と全く同じ、別の世界なんだと思う。別の世界だって？それが君の設定か。興味深いだとか、頑張ってくれとか。さっきの黒コートとの会話も怪しかったぞ。え？バズは疑ってるね、私たちのこと。ねえ。ウンディ、行こう。確かに、簡単には信じられない話だ。でも、ここが現実と別の世界だということなら、バズのレーザーも説明がつく。それに俺は前に、悪の帝国とか銀河の平和をとか言ってたやつを知ってるぞ。とにかくさっきの黒コートと知り合いなのは間違いない。彼らと行動を共にするのはここまでだ。嫌われちゃってるのかな。用心深いんだよね、バズはね。設定とかよくわかんないけど、この世界で異変が起きてるのは現実だろ。だったら一緒に。そうだよ、みんながいなくなったり、黒いモヤモヤが現れたり、ソラたちは俺たちを助けてくれた。それは事実だ。それに、同じおもちゃ同士じゃないか。仲良くしよう。あいつだって同じおもちゃだ。
報告します。レックスが何者かに連れ去られました。え、なんだって。隊員が上のフロアに連れて行かれるのを目撃しました。タムとエイリアンの行方も分かりません。大変だ、みんなを探さないと。俺たちも手伝うよ。バズ、ほらバズ、アンディの部屋で何もできずにいた俺たちだけでみんなを助けられるのか。今は一人でも助けが必要だろ。確かに、ソラは無茶するし、え、ドナルドは口が悪いけど、そうそう、信用できるよ。コーフィーも無茶からずするんだよ。そうそう、そうなの。楽しい奴らじゃないかな、バズ。そうだな、人手は多い方がいい。よかった、信じてくれたかな。まだ疑いが晴れたわけじゃない。まずは仲間を見つけるまでだ。ああ悪いな、ソラ。まあ仕方ないよね。グーフィー、我々も捜索を開始します。黒コートのやつらが現れて、モヤモヤハートレスが現れて、仲間がいなくなってるわけだからね。またロケットでもつけて飛べればな。あ、あれでいけないかな。よし、行ってみよう。行方不明になったおもちゃたちを探すため2階の売り場へ向かおう。 OK、 ちょっと待ってくださいね。ちょっとご調理をして、ナイス、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。今からまずは、あ、こっからね。ウッディたちの消えた仲間たちをまずは探すために2階に向かいます。これは何だろう。 OK、 電話が3本あるな。ああ、全部違うところに通じてるみたいだ。どれに乗れば2階に。ちょっと待ってくださいね、ちょっとだけお待ちください。ちょっと機材の配置をちょっと少しいじっております。ちょっとごめんなさいね、お待ちくださいね。ちょっとごめんなさいね、機材の位置をちょっとだけ変えております。すいません、ちょっとお待ちください。ちょっとだけごめんなさい、お待ちくださいね皆さん。それで大丈夫かな。 OK、 OK、 すいません、再開します。ちょっと機材の位置を変えました。でレールの色が3本あって、どれが2階につながるかで、 2階だったらこれでいいんじゃないのか。この黄色い、ここを2階でしょう。ここでいいのかな。これが2階ですよね。というか階段はないのか。パイレーツシェンプ、いけい。敵、これをやると敵を一瞬見失っちゃうんですよね。OK、
ケーで、すいません、ちょっと待ってくださいね。これってあれなのか、毎回ロボに乗って攻撃できるんだ。さっきのあの戦い、1回での戦いだけじゃなくて。なるほどね。じゃあロボがいるときはロボに乗って攻撃しよっかな。そっちの方が多分攻撃力が高いですよね。あ、トマトゲット。食材、そうだ、この白い箱に食材が入ってるんですよね。このワールドでもそれは一緒なんですね。ここは何のお店だろう。なんかガンダム系のさっき戦ったロボットがたくさん売ってるお店かな。おかしいな。本当に見たのか。ああ、今何か聞こえないか。ん、あれは何だろう。嫌な予感がする。なんか強そうなのが出てきたぞ。こいつも操られてるみたいだ。バズ、いいのか。バトルモードだとしてもみんなを危険な目に遭わすわけにはいかない。強そうだぞ。ちょっとこっちもロボットに乗り出し、しかも何体もいる。わあ、あれちょっと待って、後ろが、すごい、待ってケアルして、これ乗れんのかな。これ乗れない。ロボ乗れるロボットいないかな。ちょっと探そう。ちょっとアイテムちょこちょこ目につくんですけれども、ちょっとアイテム集めは配信外でやりたいと思います。で、ロボットはこの中にはいないのかな。ロボが強いから、ロボがいるんだったらロボで戦いたいんですが、あ、いた、奥にいた、奥にいるね。よし、ギラードンか。いた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 。あれ乗れるでしょ。オッケーオッケー、乗れる乗れる。オッケー。ショットショットショット。避けながら、何体いる？3体ぐらいいるか？おっと、ちょっと死角に入りながら、敵の死角に、上からの攻撃とかでもいいのかな？上から。あー、それぞれあれだね、敵によって攻撃が違いますね。わあ、同じか。レーザー飛ばしてくるね。ちょっと避けつつ、避けつつ、倒した、よかった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 。いや、まだいるじゃん。レックス、よし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 、やるじゃん。ごめんなさい。助かったよレックス。やるじゃん、ありがとう。
こういう立ち位置だよね。僕のお手柄なの？もちろんだ、レックス。いい動きだったぞ。やったー！いい動きだって。見てた見てた、ね、すごかったでしょ。レックス、いい聞いてくれ。最高なあ、レックス。全然聞いてない。他のみんなのこと知らないか？他のみんな？みんながどうしたの？手がかりなしだ。参ったな。あと、ハムがもういなくなったんだよね。一緒に来た豚さん、はい、ハム。たった今、隊員からこの先のベビートイコーナーでハムを発見したと報告があって。詳細を聞こうとしたのですが、何かトラブルに巻き込まれたらしく、そこで連絡が途絶えてしまいました。何か手がかりはないのか？連絡が途絶える直前、ひどい雑音に紛れて音楽が聞こえました。音楽？ハートレスの仕業かな。また回収やったらどうしよう。とにかく行ってみよう。そうだな。あの僕、入り口で待っててもいいかな。あの通風口じゃ尻尾が突っかえそうだし。そうか、あそこから行くのね。オーケー、レックスは入り口を見張っていてくれ。重要な任務だぞ。できるか？優しいな、バズ。了解。よし、あそこの通風口を取って、ベビートイドールズへ向かおう。 OK。 じゃあ上に向かって、こっちでいいのかな。ダクトを通って、地図がないんですよね。地図を、まだここの地図ゲットしてない。早くゲットしたいが、どっかにはあると思うんですけどね。適度にちょっと敵倒しつつ進めていきたいと思います。まあ、こんな狭いところでもう全然敵がどこにいるのか見えない。そしてどっちから来た？こっちか。こっちでいいのかな。オッケー。ちょっと大きく目についたアイテムは取ってきますが、あの宝箱とか、あとは食材集めとかは配信内で基本やっていこうかなと思います。あとあのミッキーマークとかもね、多分このワールドにも隠れミッキーがたくさんいると思うんですが。あ、オッケー、これ好き。これ好きよ。離れた方がシュートしやすいので、ちょっと離れた位置から打ってきます。まだいる？敵まだいるね。オッケー、いいか、終わったか。オッケー、地図あっても迷うから意味が。正解。多分でももうここまで来て取れてないってことは、多分見逃してる気がする。ロビーのどっかにあったのかな。ここじゃなくて奥行きたい。ここって来たね。多分ね、マップを取らずに来ちゃいましたね。ここ上だね。でこっちかな。あれ、ここ来たとこだね。いや、もう迷ってますね完全に。
このネジとかちょっと目印になるかな。マップ取りに行こっか、もう一回戻って。あ、隠れミッキー見つけた。ちょっと待って、これどっちかな、こっちかな。これこっちじゃないか。こっちだね、合ってるっぽいね。ここ初めての場所ですね。フォーカル、フォー、なんだ読めない。これなんだろう、アイテムか。で、こっちは行けなくて、こっちだね。あ、なにこれ、なんでこんなところに。あ、ハートですか。なんで通気口にこんなところ、通気口にこんなのあると思ったけど、ハートレスですね。風が止まってるうちに通り抜ける。なるほどなるほど、こういうことか。オッケー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 、行こう行こう行こう。オッケー、ちょっとここでセーブします。一回セーブして、で、この辺は一本道っぽいですね。あ、地図じゃないね。あ、ミニゲームゲットした感じですね今。 OK、ダクトの上部まで来ました。ここは来たかな、目的地。来ては見たものの、こりゃどっから探せばいいんだ。ここにハムがいるか。音楽が聞こえたんだよね。はい、そうであります。礼儀正しい、この兵隊さんたちは。とりあえず音が出そうなものを探してみようか。うん、空にしてはちゃいでるぞ。しては余計だろ。おい待てよ、あいつらいいやつだろ。逃げるなよ。ああ、ウッディが仲間って決めたんだ。もうそうやって私のことも仲間に入れてくれたんだからな。しかもそうだ、ね、今回の件は今までと深刻さが違う。彼らを心から仲間だと認めるにはまだ早いが、アンディたちが見つかる手がかりになるなら。わかった。まずは音が鳴るおもちゃを探そうだね。ちょっとね、敵も倒しつつなんだけど、おもちゃ探ししたいと思います。音が出るおもちゃ探し。敵倒しは、彼らに任せます。こう、レジの中ではないと思うんだよね。音が出るおもちゃ。準備完了。あ、これとかは？踊るおもちゃ、音出そうだけど。てか何だって音が出そうですけどね、この辺にあるのとか。もしかして敵倒す、あ、これまあ音が出るおもちゃ。さあ一緒に。了解した。お、あ、こう。ちょっと待って、戦いに戻っちゃったじゃん。私はちょっと音を出したい、音を出したいんです。ちょっと待って待って、こっちから登ってこう。これかなって言ってたのであれですね、多分。
これで、なるほどなるほどなるほど、走ればいいってことね。走って回すのね。なんだそら、レコードを知らないのか。こうやるんだ。いけいけい、鳴らせ鳴らせい。これだ。カエルちゃんたちが演奏しております。今変な音がしなかったか。聞こえた。おいおい、そらオーケストラたちの方から変な音がするよ。わかった。ウッディ、そのままレコード止めないで。おいおいおい、カエルたちの方から変な音の正体を探そう。この人形だ。こいつか。なんでこの一匹だけ、あ、まさか木の中に何か詰まってるよ。ハム、出してあげよう。こんなところに入れるか。もう少しだ。それ。あ、違う。あ、兵隊さん。五条。大丈夫か。はい。彼が連絡の途絶えた隊員だな。ハムを見つけたって。はい。しかし、報告している最中に。大きな手につかまれてここにねじ込まれたんです。ハムもどこかに閉じ込められているかもしれません。早く探しましょう。ああ、怪我、ちょっと怪我しちゃったのかな。あ、その体じゃ無理だ。しかし撤退するのも勇気だ。それに見たまえ、我々には頼もしい仲間がいる。私は五丁を入り口まで連れて行きます。あと頼みます。仲間を助けるためにいろんなストーリーがありますね。ウッチ、ウッチ、お疲れ様です。おいおいおい、どういうことだ。もういいんじゃない。忘れてた。もういいんじゃない、走んなくて。ウッチ、任務は終了だ。お疲れ。早く行って。お疲れ様ですって。休んでる暇はないぞ、ウッディ。次はハムだ。けれ。ハムを探そう。どこにいるかな。ウッディとはいえ、唐沢寿明さんのイメージしかない。そうですね。そう。なんかウッディは唐沢寿明さんで、あ、待って、あの家動いてるよ。これ怪しくない？閉じ込められてるんじゃない？いや、絶対ハム入ってるでしょ。やれやれ、やっと出られたか。ああ、いたいたいた。大丈夫か、ハム。冷静。案外快適だったぜ。家具も揃ってるしな。はあ、本当にいい音してるね。あ、あ、なんだ。どうした。 あいつだ、あいつが俺を閉じ込めたんだ。でっかい手ってハム、この子だったんだ。これも人形ですよね。二度と閉じ込められるのはごめんだ。こいつも操られてるのか。みんな油断するな。やっ、わあわあわあ、ちょっと待って、ミニボス的な感じかな、もしかして。 HP 的に。わあ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 、ちょっと怖いね。人型の人形でちょっと目が怖いですね。
呪われた人形みたい。なんかあの唐沢ウッディは唐沢俊明さんで、で、バズは所ジョージさんですよね。そうだから最初ちょっと違和感があったんですけど、やっぱ慣れ親しんだウッディと、慣れ親しんだウッディ、あとバズの声じゃないから、でもこの方たちの声もあの結構いいかも。もうすでに馴染んできてる、うまいなと思いました声優さん。さあ一緒に、よし行け。どこ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 、これ結構ぶつけんの大変、照準合わせるの大変。いけ。ファイヤー。いけ。アタック。あとちょっと。コンターシルド。いいケーキ。アタック。オッケー。まあ、この子も操られてたんだよね。なあ、私たちもあんな風になるのか。操られて同じおもちゃに襲いかかったり。バズならそんなことにならないって。そうそう、みんななら大丈夫だよ。なぜ言い切れるんだ。もし私が君たちに襲いかかったら。バズ、考えすぎだって。うん、ハートレスは闇は心の弱さにつけ込んでくるんだ。だから心をしっかり持っていれば大丈夫だ。なら安心だ。なんたってバズは俺の相棒だ。うん、絶対に友達のことを裏切ったりしない。そうだな、カーボーイ諸君、心配をかけた。その調子だ。ほら早くみんなを見つけよう。一緒に来た仲間たちは見つけたから、あとはもともといなくなった仲間たちの捜索ですね。UFO だ。ってことはあいつらが見つかるかもしれないな。追いかけるぞ。あれか、宇宙人、ね、宇宙人たちか。小銭が重くて足手まといになりそうだ。お前たちに任せるよ。ああ無理はしなくていい。オンに切るぜ。入り口で待ってるからな。オッケー、 UFO を追いかけよう。BGM 夏井、こんばんは。皆さんこんばんは。イケイケイ。ちょっと相変わらず戦闘が下手っぴでございますが、一回ちょっと待って、マップをね、マップ多分このホールの下にあるんじゃないかと思うんですけど、今何階まで来たんだろう。ブルーのところ、ブルーのこのラインに乗ってけばいいから、ちょっとマップを探したい。
待ってね、どこにマップがあるのかまだ分かってないので、ざっとちょっと見て、ちょっとね、敵は一旦ちょっと今は無視しときます。1階にはなさそうですね。1階にはないのかな。ちょっと2階見てみようか。あ、宝箱あった。あ、ちょっと待って待って待って、これいいのよ、これやりたかったわけじゃないのよ。ちょっとこれ1回フィニッシュして、あ、番号書いてるね、2階とか3階とか。ん？ちょっと待って待って待って。あ、ちょっと待ってくださいね。さっき宝箱あったよね。これだ、これ、これこれ。ごめんなさい。これさっき取りの取れなかった。よし、オッケー、さっきの宝箱がバックありがとうございます、教えてくれて。これで、で3階に戻ります。ごめんなさい、宝箱があってあったのに、目の前にあったのに取りこぼすという、これがマップでした、失礼しました。よし、じゃあちょっと頭狂っておりました、すいません。ちょっと今日もあのクレイジーさが爆発しておりますが、すいません、何かあったら突っ込んでください、お願いします。サンキュー。で、あの UFO を追いかけるんですよね、こっちか。いた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 。僕たち星に帰る。まずいぞ。危ない、逃げるんだ。さよなら。追いかけろ。待て。あー、ハートレス出た。リトルグリーン面を救うために UFO 攻撃所、はい、UFO 攻撃ですね。さあ一緒に。了解した。やばい、これ行くぞ。行け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 。このロケット乗ると目的を見失っちゃうという、行くぞ。おかしな私の行動が発動してしまいます、怖いけど OK。またロボットはないのか、ロボット乗れるロボットはないか。空が乗れるロボットは見た感じなさそうか。 UFO の動きを読み解けないか。UFO はいた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 、もう少しもう少し。イグラスを使ってみたら。イグラス、オッケー、オッケー、 UFO 倒した。落ちた、船壊れた、のんきのんきなやつらだ。壊しちゃってごめんな。けど僕たちのお家、アンディの部屋。わかってるじゃないか。そうだ、私たちはアンディのおもちゃだ。アンディの部屋が私たちの家だ。やはりこんなところに来るべきではなかった。けどここはゼアノートが作り出した別の世界だって言ってただろ。
あの黒コートの言葉に確証があるのか？もしそれが本当だとしても、あの家にアンディが帰ってこないとも限らない。その可能性がある以上、私は帰る。ウッディはどうする？そうだな。仲間たちも見つかったことだし、入り口で待ってるみんなと合流して帰ろう。そっか、ウッディたちがいてくれると頼もしかったんだけどな。13機関は僕たちの問題だしね。だから言えば大丈夫。それが問題なんだよな。どういう意味だよ。じゃあ入り口まで送るよ。ありがとう。おもちゃ屋の1階ホールへ向かおう。はい、下にじゃあ降りればいいね。今日は天気が良かった理由がここにある。そうですね、すいません、私がちょっとまた変なことやってるからですね。変なことやったからちょっと天気が悪くなっちゃいましたね。今日も機材トラブル起きなきゃいいんですけど、このまま天候頼む。さあ、イエスさあ、天候だ。全員整列せよ。軍曹、アーミーメン123、ハム、エイリアン123。レックスはどこだ？レックスなら、ソラたちのことをバズに信じてもらうんだって言ってテレビゲームコーナーに行ったぜ。まだそんなこと言ってたのか。俺たちのこと？ハートレスもいるし、早く連れ戻さないと。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、もう少し君たちの力を貸してもらえるかい？もちろん、もちろん。頼もしいな。レックスかわいいね。テレビゲームコーナーへ向かおう。ここの宝箱なんで取らなかった私。すいません、天気を、世の中の天気を悪くして、私が変なことやるとちょっと天候が悪くなっちゃいますからね。ちょっとさっきのところ3階まだ全部回ってないから、3階ちょっとから見てこっか。上から見ていきたいと思います。テレビゲームコーナーって言ってましたね。ゲームストア、ここは違う。あ、ビンゴビンゴビンゴ。見て見て、あったよ。ほら、これね、さっきの、まあ、こんなにかっこよくはないけど、アンディの部屋で見たやつね。あ、なんかどちらかというと空っていうか陸に似てるって私は見たとき思いましたけど、このテレビゲームのキャラクター。なるほど、ゲームキャラクターのフィギュアか。バズ、これで納得しただろ。ソラたちも俺たちと同じおもちゃだ。まあそうなるな。この格好ってドナルドの魔法だろ。どういうこと？だから似てないでしょ。ソラよりリクに似てるよね。そう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 。おい、似てるだろ。黒っぽい格好とか。それだけ？ともかくこれでみんな揃った。すぐにアンディの部屋に帰るぞ。ちょっと攻略本見ていきたいんだけど、バハムートが倒せないんだよ。バハムート、ダメだ、ここに長居はしない。頑張ってるんだね、ゲームね。ゲームレベル上げ、レックスも頑張ってるんだね。セアノート、まだ実験中だ。出て行かれたら困るな。用があるのは俺たちだけだろ。ウッディたちを巻き込むなよ。光の守護者らしい言葉だ。
ならば最終段階に進めるとしよう。何何何何、ね、わあ。まずどうしたの。おい相棒、冗談はよせよ。危ない。嘘だろ、バズが操られたって。なんてことするんだ。最初に言ったはずだ、つながりを分かつ心、抜け殻が心を宿すせ、彼らは強いつながりによって心を得ている。そのつながりを別々の世界に分け、不安と疑心が芽生える中、心を保ち続けられるから。さらに空という異物を入れて揺さぶり、最後に決定的な水を与えた時、強いつながりがどれほど大きな闇を生み出すか。そういう実験をしてたんだ。間もなく答えが出るだろう。ウッディたちを使って。なんとかして。今行く。邪魔をするな。え、どうなった？ゲームの世界に入った？え、ソラ一人じゃん？この世界ではお前はゲームの中の住人だそうだな。ならばそこからこの実験の結末を確かめるがいい。もっともそんな余裕はないと思うが。戦闘ですな。よっしゃ、こっちもロボに乗ってやろう。何か方法があるはずだ。バズ、ウッディ、待ってろよ。レディー。ウッディの右袖縫ってあるから、トイストーリー2行こうか。すんごい詳しいですね。そんな、それでわかるんですね。ウッディの右袖、なんかそういうシーンってあったっけ。なんか右袖を縫うみたいなシーン、ムービーで。敵どこ？敵どこ？これなんだろう。わ、いっぱい出てくる。あー、なるほど、爆発できるんだこれ。なるほどね、これじゃあ利用すればいいんじゃん。 OK。 あとはどこにいる敵。この丸い玉はあれだね、爆破できるんだね。特殊なギーガスを倒して乗り込む。ギガースを倒して乗り込むだね。特殊なギガースって何、これなんだ。あ、割れるね、このガラス割れるね。これかな、特殊な気がして。こっちにおびき寄せて、これ爆破させたいな。 OK。ギガースってどれだろう。まだ HP 全然あるけど、今乗ってるやつは。
おい、引き寄せて引き寄せて引き寄せて、オッケーオッケー、これどんだけ倒せばいいんだ。全然こっちの HP はまだまだ余裕ですよ。なんか来た。これか、特殊な儀、特殊なやつ。ちょっと待って、文字が見えないな。ギガースを倒せ。どこにいる？こいつか。いいよいいよ、ちょっと操作慣れてきたので。あー、動き早いね、特殊だね。逃げつつ新しいの乗ってもいいかもね。ちょっとやられたらにしよっか、脱出したらにしよっか。あとちょっとじゃない。あ、これこれ、お、抜けた。オッケー、ちょっと次のギガスに乗り込みます。オッケー、絆のお守りビット。あ、そうだそうだ、リンクができるんだこれ。8ビットボム、ブロックを置く、なんだこれ、ブロックを置く、左右でブロックを選び、丸でブロックを置きます。ブロックから出ている光は攻撃範囲を示し、敵が光に当たると動きが止まる。ブロックを爆破、三角フィニッシュで、押すとラルフは最初に置いたブロックをパンチして光の方向に爆発が発生します。爆発が他のブロックに当たると連鎖爆発が起きるので、ブロックは他のブロックの攻撃範囲に置くと有利です。ちょっとやってみないと分かんないな。リンクが出たらリンクもちょっと使ってみましょう。やってみないと分かんなそう。さっきのキャラクターはなんだっけ、あれもディズニーだと思うんだけど。大丈夫か、ソラ。よし。あ、俺は大丈夫。みんなは？あれ、バズは？バズは？闇の回廊に消えちゃった。そうか、ソラ、なんとかならないのか。俺の力では闇の回廊は開けないよ。闇の回廊の中にバズが消えたのですか。そうだよ軍曹、打つ手なしだ。同じものかは分かりませんが、闇のモヤモヤしたものならキッズスペースで見ました。キッズスペースへはベビートイコーナーの出窓から通じています。私が先行して開けておきます。お手柄だ軍曹、行こうソラ。ああ、うん、絶対連れて帰ってきてね。頼りにしてるぜ。頑張れ。闇の回廊に行くのか。よそ者、親友を取り戻してくる。気をつけて。ベビートイコーナーからキッズスペースに行けと。バルムレックスビートオブレリードが遊べるようになりました。テレビコーナーゲーム、テレビゲームコーナーのゲーム機から遊べます。出窓を使ってキッズスペースを向かおう。ベビートイコーナーの出窓かな。
ベビーコーナーって2階でしたっけ？2階かな？確か。ここじゃないね。ちょっと敵はちょっと無視していこうか。あれ3階かな、ベビー。ここじゃないね。エレベーターは使えないのか。2階じゃなかったかな。3階でよかったのかな。ちょっと3階に行きます。ちょっと一回こっから3階に行きます。で、まずはベビートイコーナーに行って3階で、あったね、あそこだね。グミシップのノウハウ、ナイス。わお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 。あれ、クローズになってる。ベビートイコーナーってここじゃなかったっけ。あ、こっか、ここだ、ここだ。ここか。出窓から、キッズスペースから、ここから、出窓から入ったよ。で、どこに行くんだろう。どっかになんか、その、闇の回路の入り口があるとか？ここじゃないかな。ここじゃないです、もしかして。ベビートイコーナーですね。で、ま、ベビートイコーナーの、ちょっと待って待って、一回ちょっとケアルして、ラブリーパーティーって書いてるね、ここ。ちょっと待って、ちょっと待って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 、ベビーケアルちょっと使えないね。空、あれを見て。ここか？あれが軍曹の言ってた出窓だな。オッケー、ちょっと戦わずに行きたい。あそこの出窓から乗れると、あ、入れると。よし、行っちゃおう。ここか。これで入り口が塞がってたのか。ギガースを使って動かせないか。わかった、やってみる。これでマグネブロック、ギガースに乗って特定のブロックに近づくと三角でブロックを動かすことができる。なるほど、やってみよう。マグネの力でね。おー、で、おー、これだけでいいのね。ブロックどこ行った。脱出、
て、ここ確かにベビーコーナーだね。赤ちゃんたちが遊びそうな場だ、場所だ。あった。どうやって行こうかな。さっきのブロックが使えないか。なるほど。でも出てきた、また別のギガースが。ちょっと待って、これ乗ろう。あーっ、ちょっと倒そっか、こいつら先に。オッケー、こいつらちょっと先に倒しちゃって、強いな。何体いる？結構いるかな。3体かな。あと2体。あー、まだいた。ウッディたちも仲間たちも戦ってくれてる。おお、脱出した。ちょっと乗り換えます。オッケー。あっと、こっちにもいたね。とりあえず全部倒します。で、さっきのあのブロックを使って積み上げて上に行く感じなのかな。ブロックを動かして闇の回路への道を作ろう。これを動かして、待って、闇の回路あそこなんだよね。ブロックをじゃあ どうやって重ねていけばいいんだ。勝手に動いてくれるんだ、勝手に。なるほど。まだ届かないね。じゃあ他にもブロックを見つけるってことかな。ちょっと同じブロックを見つけたいと思います。おお、びっくり。ブロックはどこにある。こん中にはないかな。ちょっと私の背後で。これは使えない。これこのブロックは使えないのか。あ、ハートレス倒してブロック、このブロックもじゃあ使えるんだ、もしかしたら。このサイコロみたいなやつ、とりあえずハートレスを倒して、ちょっとこのブロックたちも移動させてみたいと思います。 OK、 あとどこだ。こっちか。倒れたか。このブロックは違うのかな。これ使えないっぽいですね。
ちょっとサイコロを動かして、あ、今日はチーム続き頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。なんとか、ウッディを助けた。いい、見つけた見つけた見つけた。オッケー、これで、あれちょっと待って、戦ってるから、戦ってる、こいつらか。 OK、 ブロック動かして回路への道を作りましょう。ここ迷った経験ある、懐かしい。ブロック探しがちょっと大変なのかな。ってことはこれだけだとまだ足りない、もうちょい必要ですね。あと、もうね、自分がどこ歩いたかわけわかんなくなってます。待ってね、今奥ぐるっと回ってきたんだよね。こん中はない、下に実は隠れてるとかない、ないか。どこ、グドナルド、ドナルドどこ、あそこ、あそこってどこ、あった、ここだ、中だ。なるほどなるほど、ちょっと待ってね、分かったよ場所。あそこに何かあるよ、あそこね。じゃあ上に行こう、上、中通っていこうか。じゃあこっちから行ってみよう、こっちからじゃなくてちょっと上、こっち行ってみよう。でここだ、あった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 。 OK、 じゃあまた敵先に倒して、敵を最初に倒しちゃって、そっからブロック動かします。どこいる、どこで戦ってる、この辺か。わた、そっか、ロボット乗ってるからめちゃめちゃ宝箱がちっちゃく見えた。下にいるね、下の敵も倒さなきゃいけない。あー、倒さないといけないっぽいな。下の敵を倒そう、まず。降りて戦おう。どこにいる？敵どこだ？これもう行ける？敵倒さなくても行けるか？ここは登れないんだね。待って、でもこれ乗ると敵が見えるんだよな。これ倒さないといけないか。倒そう、ちょっとここ一帯の敵倒します。そっか、このマシンに乗ることで敵の位置が把握できるようになるんだね。オッケー、よし、ブロック動かして闇の回路への道を作ろう。じゃあまた上に行きます。
して、オッケー、来た来た。これを動かして、ブロックで何ができるかな？あ、もしかして何かの形になってんのかな、これ。あれ？あ！サボテン？これ、ドゥルーが持ってたサボテン。FF10 のルールが持ってたサボテン。闇の回路へ向かおう。これ降りていいのかな。シュー。これ赤ちゃんが通るあの滑り台ですよね、多分ね。ちっちゃくなってるせいか結構怖いな。ベビートイコーナーですもんね、ここね。これどうやってこれ駆け上がれるのかな。あ、駆け上がれるね。うわぁ、サボテンダーだ、サボテンダー。わぁわぁわぁ、ちょっと待って待って、これ、おっと、結構、ちょっと待って待って、裏もいける、裏もいけるね。あ、待って待って、私下手くそ下手くそ、ただ上に上がるのが下手くそ。ここで、止まらないようにどうやっていけばいい？止まらないようにジャンプしていけばいい？いける！よし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 、いけた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 ！よし！来た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 ！来たよ！やっと来ました。バズ待ってて。ギャラクシートイズ広いな。ちょっとショップも後でにします。サボテンだ、ここで。バズの時と、行こう。大丈夫、助けられるよ、バズのこと。闇の回路に入ったのは初めてですよね。またお前、バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が闇を生み出したって。違う、心がつながっていればどんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ、うん、闇なんか生み出さない。アンディ、パズの足の裏にも書いてる。つながる心が力になるか、言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は闇だ。闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。ウッディたちは仲間と引き離されても思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、
お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと？撃て！今だ！ナイスカーボーイ。待たせたな、カーボーイの登場だ。ウッディ、私はどうしてたんだ？ん？何のことだ？おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか？そんなはずは。かっこいいね、こういうところが。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは。ん？そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人形にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。レーザー当ててる、バズ。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。例としてお前たちに贈り物を残していこう。待て！心のつながりをたどれ。何今の、何だメッセージみたいなのは。気をつけろ。でっかい、またハートレス来ましたね。巨大ハートレスを倒せ。ウッディにキュンキュンしてるカナさん、明日トイザラスに行くとよく私何買えばいいんですか、トイザラス行って。いい年齢の女性がトイザラス行って何買えばいいんだろう。トイコーナーの人形売ってるかな。ウッディとかバズのおもちゃあるかな。ありますよね、きっと。ディズニーストアの方がありそうだな、それだったら。行け。アタック。アタック。結構レベル上げできてない割にはボスはそんなに強くないというか、私でも楽勝なんだよな。わおわお、 N マークの積み木がたくさん。よし、またシールド。なんかやっぱりキングダムハーツはつながる心を描いてて、ディズニーはやっぱりなんか全てにこうやっぱりなんだろう、キーワード、ディズニーのキーワードは愛なのかな。なんかこうやってキングダムハーツをキングダムハーツでディズニーの世界を進めてると、キングダムハーツのキーワードである信じる心と、やっぱディズニーはなんか愛みたいなのが結構全ての映画でキーワードだったんだなみたいな。キングダムハーツを進めてるとなんかそういう風に感じます。あ、ロデオロケットやろ。さあ一緒に。了解した。それ、行くぞ。行け。
ロケットプラスト。それ。行くぞ。AK。それ。行くぞ。AK。AKKK。叩け叩け。結構まあやられはするんだけど、自分の HP さえ気をつけてればなんかレベル上げしてなくてもボスは普通に倒せる気がする。倒せるレベルですね今のところは。なんかやっぱトイストーリーって大人が見て感動するディズニー映画の一つっていう風に多分言われてますけど、なんだろうね、このなんで大人が見て感動するのかな、トイストーリーは。もう一回見たくなっちゃったな、トイストーリー。敵どこや？いたこの竜巻の時って攻撃効かない？もしかして。あー効いてる大丈夫だ、効いてますね。ちょっとケアルやっといて、わお、なんかね今までの あれこれ、あ、なんだこの豚か猫、プニプニしてる。ジャンプできるこれで。 AK。 OKバズも助けたし、巨大ハートレスも倒しました。犬みたいでした。豚と猫に見えたけど犬豚だったかな。あ、ホールまで戻ってきた。ツラの音に逃げられちゃったね。あいつは行けばあり。ごめ ん、みんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのにもう別れなんて寂しいだろ。ああみんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ、バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。いいコンビってことだね。僕がしっかりしてるわ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったら空たちとは会えなくなるんだろ。でもアンディのことはいいのか。大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていればすぐに会えるさ。ああ、
ソラたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが安心してくれ。みんなソラたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。ありがとう。いい仲間にが増えましたね。さあ旅立て、無限の彼方へ。いや素晴らしいじゃないですか。バズの決め台詞決まりましたね。ファボデピューティー。なんでこんなに言いにくいんだろう。ファボデピューティーですね。なんかいろんなのがくっついてる。サボテンダーがあって。なんかあの、エイリアンもくっついてますね。高い、攻撃力を秘めたキーブレード、ブーストハンマーとドリルパンチに変形します。このワールドはクリアかな？ナイス！ありがとうございます。ランドのアストロブラスターじゃん。アストロブラスターって何でしたっけ？あたランド久しく行ってなくて。そういうアトラクションかな。そら、目覚まるチアラは泳ぎそう？それまた聞く？旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも心を宿す体がないんだよな。戻し方はレイディアントガーデンで調べてるよね。だったら体のことも考えてるかも。モバイルポータルで誰かと通信してみるかい？おう、イエンツォだっけ？よし、連絡してみる。あ、ソラかい？おっしゃまちょっと、あれ、なんで王様が？実は今、リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。ソラたちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。ソラ、何かあったのか？みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって？そうか、ソラは知らないんだな。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか？ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。ロクサスのレプリカ。あいつらもレプリカを探してるのかな。違うよ、黒い箱だよ。あいつら？13機関とマレフィセント。あ、レプリカを降ろす、すみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソラたちはテラの方を頼むよ。ちょっと待って。
ょっと向こうは相変わらずのようだねそれがソラたちのいいところです。さてマーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい。二手に分かれて、ソラチームとリクチームに分かれて今動いてる感じですね。それぞれの目的に向かって。あー、クリアした。戦闘で乗ってた乗り物？ピクセンが作ったやつってあれですよね、あのピクセンってロクサスのレプリカも作ってたの？リクのレプリカとか、あとリプって誰だ？リクのレプリカとかはビクセン作ってましたよね。あとシオンもビクセンが多分作ったんですよね。とりあえず終わったトイストーリーの世界で、ちょっと待って、これじゃなくて、で何の世界ができてる？あ、そっか、世界は新たにできてなくて、次がキングダムオブコロナですね。ここの世界だけまだクリアしてない。それ以外はとりあえず全部行った。ちょっと待ってくださいね。セーブポイントに行けるかな。セーブポイントには行けそうですね。はあ、あととりあえず今出てるマップ上には、ワールドマップ上には、あと一つの、この時代にコロナそうですね、本当にどうしてもそこのワードに3文字に反応しちゃいますよね。うん、セーブできますね。 OKOK。 これで、まあ、レベル上げもちょっとできるかな。なんかあの前回配信後にレベル上げしようと思ったんですけど、なんかやっぱあんまり効率的に敵が敵と出現せず、効率的にレベル上げできなかったので、レベルはそんなに上げずに今日臨んでるんですが、ただまあ、今日戦闘した感じ、まだそこまであのボコボコにされるっていうことはなさそうでしたが、ちょっと適度にレベル上げだったりとか、あのアイテム取りこぼしというか、あの配信外であの撮ろうと思って飛ばし、あの見えながらも飛ばしてたところがあるので、その辺をちょっと配信外で集めて、装備とかもね、キーブレードも新しいのゲットしたので、装備とかも次回までにまた整えたいと思います。今日ちょっと長配信になりましたけれども、久しぶりの2時間半ぐらいかな、6時過ぎぐらいからやりましたので、2時間半配信になりました。皆さん、月曜日の夜にお付き合いいただいてありがとうございます。そしてあのもうご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、お疲れ様でしたでござんす。ありがとうございます。最後まで見てくれて皆さんありがとうございます。あのですね、キングダムハーツの1のオープニングのショートムービー3本出しておりますので、もしよければ、ぜひぜひあの見ていただけたらと思います。そしてキングダムハーツ1のストーリーまだ知らないとか、プレイしたことあるけどちょっと見直してみたいなと思っていただいた方は、ぜひとも私めの動画、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。戦闘は下手っぴですし、道にも迷いますが、元気いっぱい配信しております。それだけかいっていう感じなんですが、ぜひぜひ楽しんで見てみてください。今日もカミカミ配信お疲れ様でした。初っ端から今日噛んでますが、前回と違ったあのトラブルとか、前回ちょっとコントローラー急に動かなくなっちゃったり、機材トラブルがあったんですけど、そういうのなくて今日は良かったです。ヘラクレス久しぶり。
ということで、次回はもう一個の、ワールドを進めていきたいと思います。今日も最後まで本当にありがとうございました。いいねと思っていただけた方はグッドボタンと、ぜひチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。それでは皆さん、明日以降もよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。ヘラクレス、ヘラクレス、そこじゃない、そこじゃない、ヘラクレス、バイバイ、おやすみなさい。